Fight for your freedom!はい、皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、今週もやってまいりました。フリーダムズの鳥越アズエリ FM、ファイトフォーユアフリーダムズでございます。はい、本日は MC 杉浦マンが務めさせていただきまして、今週のゲストはこちらでございます。ドラゴンリプレです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ドラゴンさん。はい、ドラゴンさん。はい、ドラゴンさん、今あなたがついてる意味を何か知ってますか？何でしょう。今あなたはですね、はい、なんと、はい、1年半連敗記録、はい、更新中の男というですね、不名誉な不名誉な2つ名がついてるんで、初めて聞かないけど、はい、本日の放送はですね、はい、リブレさんの連敗街道脱出会議ということで、はいはい、50分間ご視聴していきたいと思いますので、ね、はい、リブレさん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リブレさん、今日何してました？今日っていうか、さっき何しました？さっきまで、新宿フェイスで、はい、琉球ドラゴンプロレスさんの、はい、まあ、セコンドとあと売店の方をやっておりました。高橋さんと笠井さんが出てたんだよね。そうです、そうです。はい、で相手がさ、グル君さんとドラゴンゲートのヤマト選手。はい、そうです。俺ツイッター見たんだけどさ、ヤマトさんとんでもねえことなってたね。まさかやるとは思わなかったですよ。ね、まあ、はい、それはね、僕らの口からは言いづらいんで、はい、あの皆さんツイッターで検索してみてくださいね。琉球、はい、ドラゴンさんの本日のフェイス大会の、はい、ね、シュープロモバイルとかも出るのかな。あ、とか出るんじゃないですかね、はい、ぜひそれ見てね、山本選手が火災順によってどうなってしまったかというところを、はい、衝撃ですね。ドラゴンゲートファンからすれば、はい、えぐいことになってますけど、まあ、ね、まあ、リベさんもね、今日はいっぱいお手伝いしてきたということで、はいはい、今からはあなたが主役ですからね。お、はいはい、じゃあ本日もよろしくお願いいたします。こちらの放送ですね、しっかりとコロナ対策を徹底しておりますので、皆様安心して本日の放送をご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてですね、本日の放送はね、生放送でお送りしておりますので、はい、はい、皆様からの応援メッセージやご質問を受け付けております。はい、そうです。ツイッターにでね、ハッシュタグ鳥越アズリ FM を添えて、うん、まあ、ぜひ僕らへのね、はい、メッセージっていうか、リブレさんへですね、お、私に、はい、ぜひリブレさん買ってほしいとかね、そういう応援メッセージをね、はいはいはい、添えて、ぜひツイッターに投稿してください。はい、はい、面白いなと思った投稿は番組内で読み上げさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。そんなわけですね、リブレさん。はい、まあ、いつもやってるんだけどね、あれだよ、あれあれだよ。何でしょう、あれだよ。コンビニのやつ。コンビニのやつ知ってる？コンビニのやつ。コンビニのやつ。コンビニのやつ。あ、ありがとうございます。はい、今ですね、プロレスリングフリーダムがですね、全国のね、はい、コンビニエンスストアで、コンビニ、もうセブンイレブンからローソンからファミリーマートから、はい、あとセイコーマートもあったかな。なるほど、はい、はい、から全国のね、コンビニで、ね、プリントマシーンのペペペって言って、はい、e プリントサービスというところですかですね、フリーダムズのビッグマッチの試合中の写真がですね、はい、なんとプリンター機械で購入をいただけるという素晴らしいサービスを展開しております。はい、そんなわけでですね、私も今、はい、近くのコンビニでやってまいりましたけどね、本日のブロマイダーこちら、はい、はい、落ちるかな、はい、お、はい、ありがとうございます。おーい、ドラゴンリブレさんとですね、エビ太郎、エビ茶太郎ですね。エビ茶太郎、エビ茶太郎とドラゴンリブレさんの、はい、ツーショット写真で200円かけてプリントしてきたんで、あとでサイン入れてるの。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんなわけでね、フリーダムズの、ビッグマッチの写真があなたの手元にやってくる素晴らしいサービスを展開しておりますので、はい、はい、ね、まあ、今ビッグマッチのやつと、あとはまだあれもあったかな、ランダムブロマイド前回やってた、はい、うん、はい、と、あとは武田正史特集っていうのも、ございますので、はい、ぜひ皆さんもね、お近くのコンビニでお購入くださいませ。よろしくお願いします。はい、はい、すごいでしょこれ。早速お前全然触れてくれないからさ。全然お前触れてくれないからさ。はい、はい、それは何でしょう。これはですね、はい、ついに僕の、はい、あのポンポンがですね、ポンポンが進化を遂げまして、ほう、はい、あの全身ポンポンっていうことで。本当だ、本当だ、すごいでしょこれ。誰か分かる？これ、これはバキューマスク、ね、正解。これ佐々木隆さんじゃないから。違う、隆さん勝手に作ったら多分判件で怒られるから。これバキュームですか、はい、これはね、あの名古屋の宇宙人、お、はい、そう、お、名古屋の宇宙人っていう、宇宙人ってポンポンね、これ。宇宙人なんですか、はい、宇宙人なんですか。そう、あ、そうなんですね。そうなんですよ。今度ね、はい、来週かな、3月の11日にね、名古屋のね、あのグランパショマスクさんっていうね、はい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 、やべえ人がいるんだけど、はいはいはい、その人がレスラーで芸術的作品を作れる人間を集めて個展を開こうぜって言い出して、スギちゃんもポンポン出してくれないって言われて、
わかりましたっつってね、これ1個作るのに5時間かかるから夜な夜な子供が寝てからねそんな時間に子供が寝てから、まあ、深夜3時ぐらいまで1日1回作ってくるからね、グランパシマスクさんってこういう人なんだよね、こういう人、あこういう人、うん、ね、そう今体作ってる、体作ってるところはい、お早速コメントが届きました、ありがとうございます。はい、宇治原野良介さん、ありがとうございます。あ、杉浦さんに作った人形を置いてますね、また作っても楽しみを待っておりますと、ありがとうございます。早いですね、お前より触れてくれるの早いですね、ね、まあ、そんなわけでね、せっかくだからフリーダムの全員とか作ってみようかな、お、ね、楽しいでしょ、楽しいけど、はい、めっちゃ疲れる、ね、いやそうですよね、私は作りたくないんですけど、ね、お前は作んなくていい、まあ、作れないんですけど、そうこれ、はい、作ってるのが楽しいっていう感覚が今あるからすげえいいんだけど、はい、やっぱ疲れてくると辛くなってくるんだよさ、本音を言うとさ、はい、あ、ちょっと、あバキますだよ ね、 ね、そうか、はい、これね、はい、顔とか体とかさ模様を作ってるのはさ正直楽しいんだよ、はい、これ手足ってさ何のあれもないからそうか、特徴が、そう、手足作ってる時あんま楽しくないんだよねそう、これまだ未完成だから、よく見たらこれまだバキューンになってないから、あ、バキューン作るんですか、ここからまだ指生やすから、すごいでしょ、マジっすか、技術すごいでしょ、なんかもう、なんか人形のなんかグッズとか作ったらいいんじゃないですか、人形グッズちょっと会社と掛け合ってくるフリーダムズがだから公式グッズとしてこれ販売することになれば、はい、もう俺も家建てれるよおーそうですね、そう、なんか、ね、そんなわけで僕の今日やったらこれも写メ撮ってね、ツイッターにアップしてみたいな、バキューマスクの宇宙人、はい、3、2、1、はい、ありがとうございます、ね、はい、あんまり時間つけちゃう、つけちゃうこれで使っちゃうとはい、はい、やっぱ作ったからみんなで見てほしいのよ、まあまあそうです ね、 ね、だからだけどこれであんまり時間使っちゃうと、はい、お前の会議の時間がなくなるからこの辺にしとくわじゃあね、じゃあ本日の議題に入りますか、はい、本日の議題、はい、まずはですね、はい、先週の土曜日かな、ちょうど1週間前かね、はい、先週土曜日に開催されましたフリーダムズ横浜ラジアント大会の反省会をしてまいりましょう、はい、リベさんは、何試合目でしたっけ、私は第1試合、第1試合、ね、お、じゃあ第1試合からちょっと振り返っていきますか、はい、はい、まず第1試合がですね、はい、タッグマッチか、タッグマッチです、はい、タッグマッチ、高井渡す人健吾 VS 進むゆやドラゴンリブ、はい、はい、どうだったこの試合、この試合はまあ、うん、そうですね、まあダムズジュニア対フリーのジュニア、うん、そうね、はい、でじゃあまあね、相手側には UWA ジュニアチャンピオンの高井さんもいるということで、うん、まあで、で相手の健吾さんも、うん、以前前IJ、ね、チャンピオンなので、うん、ここで勝てれば何かしらいいことがあると思って挑んだは挑んだんですが、うん、まあまあ高井さんのパワーにやられ、健吾、うん、さんの噂にやられ、うん、はい、いいとこなしで終わっちゃいました、うん、と思います、思います、まあ試合見てないから何とも言えないんだけどさ、はい、まあ改善点もあるじゃん自分の中で、改善点今回の試合、うん、そう、いいとこなしで終わりましたで終わっちゃうから、はい、君は勝てないんだよ、今技使ってる技があるんですけど、うん、だそこの出すタイミングというか、うん、はい、サンタムエルテ、サンタムエルテ全然出してないですよ腕攻めもやってないし、これただ今日シュープロメーカー見てきて名前だけ見てきた技名だから、あれ、ね、何か知らないけど使わなさすぎて、ああ自分もあの必殺技の書かなかったんですよ、ああやり方も忘れたやり方は覚えてます、ね、覚えてちゃんとシンプルの方が覚えてた、何狙ったかはちゃんと知ってるから、はい、それはちゃんと会議の時に話しよう、会議の時に、はい、話しよう、まあ、まあまあでもじゃあ自分の中で何かは見えてる、ちゃんとちょっとずつ、そうですね、うん、はい、見えてる、見えてます ね、 ね、まあ、これフィニッシュ垂直落下式ブレンバスターって書いてあるんだけど、はい、ホームページ見たら漢字で書いてあるから すごい漢字で書いてあるからぜひ皆様あのフリーダムズのホームページを見てみてください、よはい、はい、さあじゃあ続きまして、はい、ブレンバスターって書いてあるでしょ、かっこいいですね、ちょっとかっこいいよな、はい、じゃあ続きまして6人タッグマッチ、源太郎、吹本健二、山下里奈 VS、はい、正岡大輔、カムユ、烈火、はい、うん、この試合は見てないね、俺らも見れてないですね、うん、はい、まあ、吹本さんが、烈火選手からパッケージパイルドライバーで勝利ということですが、はい、試合時間が6面で6分5秒だからね、6分何が起きたのかっていうのは、ね、本当そうですね、
俺の勝手な予想だけど、はい、まあ、俺っていうか多分全員の勝手な予想だけど、はい、源さん勝手に暴れて終わった試合だと思うんなんか、はい、そんなような話は聞こえてきましたね、はい、まあ、源さんが多分いろいろやってくれたっていう試合でしょ。エビ茶色がいろいろやってくれたエビ茶色がいろいろやってくれたって試合でしょうね。はい、はい、続きましてタッグマッチ、杉浦東で平田智也 VS マンモス鈴木加藤隆弘、はい、まあ、この試合はね、はい、和式の試合ですね、はい、なんだろうね、ちょっとね、カトリーをいたぶりたくなっちゃって、はい、むちゃくちゃやったね。あ、本当ですか。むちゃくちゃやって、はい、ちょっとお客さん引いてたかもしれないけど、で控え室帰って吉野さんに、はい、お前らやりすぎだって怒られた。やりすぎお前らやりすぎだ、タッグチャンピオンだろって怒られた、はい、けど俺はね、やりすぎたかなって思ってたけど、はい、なんかそのさ、まあ、カトリーもいるんだけど、はい、その奥にはやっぱマンモス佐々木がいるわけ、はいはいはい、俺こんだけ強くなったぜっていうのをちょっとマンモスさんに見せたくなりすぎたところはあったので、はい、正直ね、うん、マンモスさんに見てほしいからそうあえてそう形のそう目の前になかなかマンモスさんやっぱ出てこないから、はい、そう俺強いよっていうのを俺強くなったんだよマンモスさんって俺にとってお師匠さんだからね、まあまあ、やっぱりそう、ね、そう、まあ、まあマンモスさんとのマッチもあったけど、はい、うん、カトリと当たってる時間も結構長かったからマンモスさん見てる俺こんな強くなったよっていうのをちょっとアピールしすぎたのかもしれない。多分マモさんもお前らやりすぎだよって思ってる。絶対思ってる。まあまあでもね、マモさんとマッチもあったし、はい、うん、やっぱまあまあパワー勝負だと、まあ、やっぱまあ全然かなわないしけど、これはやっぱいつかね、はい、ちゃんと時が来ればシングルマッチもやりたいと思ってるし、必ずやっぱ超えなければならないね。そういうんで大先輩だと思ってるんで、はい、その時が来るのを楽しみにしてます。師匠越えをねやっぱしないと思うよ。だからシングルのベルト持ってた時もマンモスさんとやってないから。あ、そうなの、実は、うん、シングルはねマンモスさんと多分ね俺2回ぐらいやったかな。へえ、そう、まだ入団前に、はい、入団前、入団前にフリーダムの先輩に全員と当てられたことあるの俺そう、はい、試練のナンバー勝負とか何でもないよ、はいはいはい、ただ毎月先輩たちと当たっていくっていうはいはい、はい、だから名古屋からさ、もうバス乗ってきてんのよ、夜行バスって、はいはいはい、もう 毎月打つよ、もう毎週名古屋でさ、えぇーとか言うて、うぇーとか言うて、やつやつが、新木場一個バス乗りながら、背筋、バスの角度直角にして、こうやって、フリーダムズの先輩と、試合やつって、そういうね、時あったんだよ、今ちゃんと。今とは大違いだけどさ、大違いですね。大違いだよ。まあいいんだよ、もうね。さあ、そう。まあまあでもね、はい、その大会前に俺と平田はね、公開記者会見っていう、はい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 、でフリーダムズ初の試みで、はい、これは俺からの提案なんだけど、はい、そうちょっとね、みんなの前で僕らの声も聞いてほしいなって思って。ダムズは初めてだよね。初めてだったね、公開記者会見もね、うん、なかなか今後これが定着したら俺のおかげよそうか、だからこれからだからいつも、ね、某所でやってることを、うん、これからはリング上でやっちゃうかも、でもやっちゃうかもっていうね、うん、そう、まあ、今回新木場に関してはね、その記者会見やるタイミングがなかったから、あ、うん、はいはい、でもやっぱ自分らの声っていうのはやっぱね、お客さんに聞いてもらいたかったもんで、そうですね、うん、どっか場所がねえかなと思ったらやっぱ横浜が一番いいかなと思ったもんで、ツイッター見てたらね、いろいろあったんで、まあ、これは後ほどまたちょっと、はい、新木場の話もあったりするから、その時にでもね、はいはい、話しましょうか。はい、じゃあ続きましてセミファイナル、はい、はい、バー045スポンサード6人タッグマッチ、はいはい、佐々木隆、バラモン、シュー、バラモン K、バーサス、ビオレント、ジャック、作田敏行、植木孝之、はい、これミスターこれ見てました。おどう、隆さんが、はい、なんとあのバラモン軍団に入るっていう、はい、バラモン軍団に入ったのが、うん、最後マイクで言ってたのは、うん、トモと落ち武者っていうのなんで、まあ、高橋さんは落ちてはないのね。高橋さんは落ちてないと。高橋さんは落ちてない。はいはい、あくまでも殿と。殿です、はい。って言ってるんですけど、実際どうなのかもね。バラモン殿なのかもしれないですけど、はい。そうね。まあ、バラモン殿やってほしいね。やってほしいね。バラモン龍、バラモン玄がいたんで。バラモン殿、バラモンバキュかもしれないよ、ね。バキュ。バキュ、はい。バキュモンとかかもしれないよね。バキュ。バキュモン。やばい。まあ、怒られるぞ、怒られるぞ。いやでもこの試合はちゃめちゃでした。あ、本当にはちゃめちゃ、まあ、結果ビオレントジャックがバラモン K からビオレントブレイカーで勝利ということで、はい、ね、まあ、これも後ほどね話するけど、新木場でもね、そうですね、このバラモントリオは継続ということで、
高橋さんちょっとこれ楽しんじゃってんじゃない、実は楽しんでるいや、いいのかな、いや、いいんだよいいですか、ね、いいんだよこれ。じゃあ、じゃあ高橋さんはやっぱ社長っていう肩書きと、はい、やっぱいろんなね業務があるわけじゃん、はい、会社の業務、はい、リング上ではやっぱ非現実逃避したいんだろうとそう、ね、そういうことにしておきましょう、ね、怒られたらお前のせいね、これ、いやいや、これに関してはい、はい、さあ最後ですね、はい、イベントハードコアマッチ、はい、シングルだねこれは、はい、笠井純 VS 藤田稔、はいね、これもともとね2月の後楽園ホール大会で決まったカードだったんだけど、まあ、笠井さんが欠場になって流れてしまったのが、はい、なんと横浜で決まったという試合でしたけど、はい、こちらどうでした、レベルさん見せて。まあ一言で言うのは、うん、カオスですよ ね、はい、すっごいカオスでした、すごい試合だったね、はい、まあでもなんかカオスながら、うん、見入っちゃうような感じの試合でしたね、うん、やっぱ笠井さんも藤田さんもそうなんだよ、ね、世界観を作るのがさ、はい、すごい上手じゃん、はいはいはい、だからこのね、よくわからないことが起きてもちょっと失礼な言い方かもしれないけど、はいはい、よくわからないことが起きてもそこになんかやっぱ入り込んじゃうんだよね。そうです ね、それすごいね。そこを俺たちもさ、俺たちのシングルでもできるようにしないとな、はい、毎年シングルやったことあったっけど、何どっかの大ゼロ試合で、大ゼロ試合で、はい、大阪の大ゼロ試合でやりましたよ、ね、いやいやすごかったね、この試合、いやすごい試合でした、ね、本当に、はい、ただこうなんかまた映像どっかで上がるのかな、これちょっと今回ね、ニコプロさんとかも来てなかったかな、はい、確か、うん、もしかしたらまた公式 YouTube とかでこの試合もね、はい、最近ちょっとフリーダムの試合も、ね、はい、いっぱい YouTube で上がってるから、ぜひ皆様、ね、YouTube もチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、はい、ね、この試合もね、はい、まあ言っちゃっていいかな、はい、起きたことをね、はい、吉野さんがぶっ倒れて、お、まあ、山下さんがレフェリーやっとったじゃん、はい、やりました ね、あれも面白かったけどさ、はい、俺吉野さんがちょっと脱がされてさ、俺実はちょっと嬉しかったんじゃねえかなと思ってああそうかそうかそうかはいはいはい、めっちゃエニタイムで吉野さん鍛えてるからさ、はい、やっと披露する場所が、披露する俺が鍛えた肉体がつってこう多分、まあ、クローズラインねバコーンつって入ってたから相当しんどかったと思うけど、はいはい、うーって言いながら、お、俺の体脱がされた、脱がされて、これ今みんなに見てもらえるんじゃないやつ、今日もツイッター見たら吉野さんのエニタイムで、はい、あの、言ってましたね、スミスマシン使ったまんまと、はい、あとあのダンベルをキッパーのやつがいて30分ぐらい放置したからムカついて片付けて使ってあったら、はい、あのそいつ帰ってきて俺が使ってんだけどって言われたっつって吉野さんツイッターでブチ切れてたから、ね、30分以上電話してた、ね、やばいよね、やばい、そんなやつは俺も許さねえ使っちゃいますよね、さすがに ね、吉野さん悪くない、ね、まあでもすごかったねこの試合、本当にね、そう、なんかこのアンチェインのなんか愛を感じる試合だったね、はい、これもなんかがっつりまたあのデスマッチでも見てみたいですね、そうだよね、はい、まあ、今回ちょっと会場の都合でハードコアマッチになっちゃったっていうのもあるかもしれないけど、はい、うん、なんかでもハードコアマッチだからこそ見れた試合でもあったと思うけどね、まあ、確かにそうですね、うん、じゃあまあ俺たちもねあんな試合ができるように、はい、な、吉野さん俺たちもボコボコにしてボコボコのシングルの時吉野さんボコボコにして平田レフェリーで入れてやろうぜただただ吉野さんが変わった。ただ吉野さんボコボコしてるだけだからな。ただのリーチじゃないですか。まあね、まあ、そんな横浜大会でした。はい。ね、はい、まあ、素晴らしい全部で5試合でしたね、はい。でも楽しかったよね、今回。いや、楽しかったんですよ。うん、はい。ね、まあ、横浜次は、次の横浜の大会も、あれでお前、横浜武道館でお前。武道館ですよ。ね、5月4日、横浜武道館。はい、あるからね、まだ何にも決まってないと思うけどそうですね、何にも決まってないと思うけど、でも5月4日に自分のそのね何かを勝ち取りたかったらもう動いてなきゃダメだからね、はい、それに関しては、はいはい、じゃあ、まあ頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、はい、以上横浜大会の反省会でしたね、はい、はい、じゃあ続きましてですね、本日は、来週ですね3月10日、木曜日に開催されます新規模ファーストリング大会のお話をしてまいりましょう、はい、はい、まずはじゃあ第1試合からいきましょうか、リブさん、はい、はい、まず第1試合6人タッグマッチ、佐々木隆バラモン柊バラモン K VS、はい、香取隆弘烈火ドラゴンリブレ、はい、お、これが先ほどねバラモン軍団バラモン軍団バラモン軍団、はい、対フリーダムズジュニア軍かな、これはそうですね、ね、まあ、どうぞ、私だけなんです、リブレさん、はい、どうですかこの試合は、意気込みの方は、これは
ってやりにくいですよ多分、すごくやりにくいし、なんか高橋さんもこれで、うん、なんか横浜のあれでちょっと面白いなと思って、うん、さらに何かを仕掛けてきたら、いや、さらにカオスになると、ね、高橋さんは多分ね、はい、お前ら全員食いに来るからね。ああ、そう、そっち、いや、そっちの方がまだいいんですよそっちの方がありがたいんですけど、 ありがたいじゃダメなんだよ。いやいや、お前こんなやべえやつら相手でもお前がインパクトを残して、いや、リブレすげえなってやっぱ思わせないと、お前完全にバラモンワールドに高橋さんも加わっちゃったら、えげつないことになるんじゃないかな。お前らの印象なんか何も残んねえよ、そうだったら。だから高橋さんだけは正常でいてほしいですね。うん、はい、普通に。そうなるかな、はい、高橋さんやるときやる男だからね。やるいろんな意味でやるときや、やるときやる男だからな。お前もでも一時期なんかバラモン軍団入ってたじゃん。お前入ってないですよ。入ってないの？入ってない入ってない。食ったら組んでる、はい、組んでる期間が長かった。そんな時期もありましたね。そんな時期ありましたよ、はい、いやでもね、俺はこのね、このね、バラモンバキュに、はい、バキュにバラモンバキュに俺は負けてほしくない。あな、はい、もちろん以上、うん、そんなあの人たちは多分本当に本気で心の底から多分高橋さんは楽しみに来るから、ちょっとそう、我々若い衆で、そう、あくまでもプロレスは戦いなんだっていうところを見せて、はい、そうですね、お前が高橋さんから勝て、はい、ああ、勝ったら、はい、帰りラーメンを送ってる。おお、やった、ああマンボウ延長してるから見せてしまってるけど分かんないですけど、はい、後日じゃあ、ま、後日ね、はい、俺お前に俺絞ってるから食わねえけど、はい、ああ、そうか、そう、俺は今絞ってるから、私も実はちょっと絞ってるから、ダメだ寿司食いに行くぞ。それなら、はい、許します。はい、じゃあね、そのわけでルベさん、じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、続きまして6人タッグマッチ、高岩和志と源太郎、カムイ VS スムユウヤ、ケンゴ、伊坂、レオ。はい、はい、まあね、フリーダムズジュニア軍団対決みたいな感じだね。そうですね。どう、このカードはリベレさんから見て。そうですね、まあなんか聞くところによると伊坂くんは UWA 狙ってるらしいので、うん、お、そうなんだ、はい、まあ、だからこれのこの対戦カードっていうのは伊坂くんにとってはすごいやり、いや、まあ待ち望んだというか、うん、そういう風な対戦カードだと思うんですけど、まあでもね、ゲンさん、カムイさん、カヨさんでもベテランでテクニックもある方たちなんで、うん、まあでもどんな試合になるか、まあ本当あんまり、うーん、難しいですけど、まあこのメンツの中でも伊坂さん、伊坂くんに頑張ってほしいなとは思いますね。あれ世代的に言うは、あれ伊坂くんとは年近いよね、はい、年は近い、何個でも5個ぐらい離れてるか、香取の1個上ぐらいだもんね、伊坂くん多分。ああ、だからそうですね、96年とかかな、じゃあ生まれ、まあまあ離れてるな。4歳違いますわ。実は俺とお前2歳しか違わないからなそうですね、そうですね、ここ意外と近いんだよね、はい、はい、意外と、意外と近いんですよね、はい、続きましてハードコアマッチ、はい、マンモウ久崎 VS オルカウト。これはね、ようやくだね、はい、これはね、どう、リブレさんから見て。やっぱマンモスさんはダムズの中で一番大きいじゃないですか、体が、うん、でもダムズの中では大きいだけども、そのダムズで戦うときにマンモスさんに大きい人がいないから、うん、こういう戦いって僕初めて見るんですよ、でっかい人同士の戦いっていうのは、ね、だからマンモスさんもどういうふうに思ってるのか分かんないですし、まあ宇藤さんは確実にマンモスさん食おうとしてる、うん、対戦カードで、まあ、でかいもの同士、しかもハードコアっていうのはすごい、まあ、楽しみですね、うん、なんか新しい何かが生まれそうな気がするね、うん、フリーダムズの中のなんか新しいものが、はい、ね、今までやっぱこうヘビーの戦いってやっぱね、みんなやっぱ俺らもちっちゃいからさ、こうね、聖域のヘビー同士の戦いってやっぱあんまりね見てこなかったもんね、はい、うん、ここからまあウトウ、オルカが、オルカウトウが、ね、はい、ちゃんと本気のオルカが出るのか、ね、まあ、シングルだから脇に回るとかないからね、はい、自分がどうにかするしかないからね、本気のマンモスさんもでも見たいですね、ね、ぶち切れた時のマンモスさんマジか、マジで、ね、もう何回も見てきたからね、控え室とかでボコボコンされてる人だからね、あんまちょっとこの時代に言わない方がいいかもしれないけど、はい、ちょっといろいろ見てきてるから俺も、はい、そうですね、そうね、だからまあオルカは俺マンモスさんをむしろ怒らせたら勝ちだと思ってるけどね。おー、うん、なるほど。そう、マンモスさんのこのね、はい、理性の中で戦っ
ちゃってたら、ああ、おるか、そこまでかっつって、はいはいはい、本気暴走モード、本能のマンボス叩きを、ね、はいはいはい、こう呼び起こして、その中でおるかが、はい、どこまで、まあ、まあ、お前もおるかが勝つことはない、マンボスが勝つのは俺だから、マンボスが勝つのはあくまで俺だから。はい、けどオルカウさんが、ね、はい、オルさん、オルウさんがね、オルウさんがどこまでそのマンモス叩きの怒りを引き出せるか、はい、俺はそこ見どころだと思うね、はい、まあ、まあ隣町出身だからそこだけはちょっと応援してるから、まあ、そうか、そう、愛知県半田出身でしょ俺は。そのね、ちょっとこの辺にあるね彼はね、知多郡阿久比町出身なんだよ。これ何回も言ってんだけどね、所詮町民だからこいつ、うん、分かんない、市には勝てねえから分かんないまあまあまあ、そういうわけで、まあね、でも新しいフリーダムズの戦いがここで見えるんじゃないかなと思うのでね、ぜひ皆様こちらのハードコアマッチもご期待ください。はい、続きましてデスマッチ形式見て6人タッグですね。笠井純、正岡大輔、吹本健二 VS ビオレントジャック、作田敏之、植木貴之。うん、これはね、ゆべさん、はい、3月29日の後楽園ホール大会で、笠井さんと、はい、正岡さんの KFC、はい、シングル戦がね決定しておるんですけども、はい、なんとその笠井さんと正岡さん、はい、あと吹本さんもいるけど、はい、ね、タッグを組むという、はいはいはい、どう思うこれに関しては。まあでもそのいざこざがあるわけではないので、うん、まあ、そこのタッグに何かしら問題があるっていうことはないと思うんですけど、うん、でもとはいえでもタイトルマッチ決まってるんでまあちょっとしたちょっとギクシャクしたところはあるのか、お互い意識しすぎて、うん、なんかギクシャクしちゃうところもあるのかなと思うんですけど、うん、でもこの2人がもう組んじゃったらそんな敵はいねえんじゃないかっていう、強いからね、はい、うん、そんなことを多分考えるような人たちでもないしね。そうですね、デスマッチバカと言われた正岡大輔だからね笠井純意識することもあるかもしれないけど、多分目の前の敵のことしか多分考えられない人だから、正岡さんやっぱバカだからこうですか、ね、そう、付き合い長いから、これもう10年以上、15年ぐらいかな、もう付き合い。ああ、うん、そんぐらい付き合いあるから、俺、練習生の頃からちょっとバカしてたから、俺、先輩よ、先輩と思う。受け身とかめっちゃ教えてもらってたのに、あんた何やってんのとか言ってたから、まあ、デビュー前にね、ダメじゃないですか、よくデビューできましたから、デビューできたでしょう、こういう人間だから、まあでもね、まあ、相手はね、まあね、そんなギクシャクしてって、はい、勝てるような相手でもないしね。そうですね、ジャック、植木、作田っつったらね、まあ、相手もデスマッチのエキスパートだし、はい、うん、チャンピオンですか彼は、ね、まあ、あとはね、ちょっと吹本さんとビオレントがちょっとなんかやり合いやってたでしょ、ね、この前、はい、うん、まあ、そこもねどうなっていくのかと、はい、うん、まあ、いろんな見どころのあるセミファイナルです ね、こちらも、はい、はい、じゃあこちらもご期待ください。はい、はい、そして最後メインイベント、はい、来ました、キングオブフリーダムワールドタッグチャンピオンシップ、はい、蛍光灯ダブルオブジェトルネードタッグデスマッチ、はい、そしてですね、はい、ね、おスコルピシウンクアレ聞こえたかなこれサブタイトルついてるんですよ、聞こえたかな、もう一回いきましょうか、スコルピシウンクアレ、はい、何ていうか分かんないですねこれはね、はい、まあ、この間の公開記者会見の時に、はい、山下里奈さんがですね、はい、あの発表した試合形式なんですけども、はいはいはい、まあまあこの間 その新規版の時にもうすげえね、バカやバカ、お前らはバカで頭悪いクソだみたいなこう言ってきたから、はい、じゃあ分かったっつって、はい、お前がじゃあ頭のご立派な頭の形式考えてこいよっつって俺たちは何でもどんなルールでも対応できるクレバーなチームだからっつって、はい、挑発しといたらこんな考えてきたからこれは何語、これはねどうやらねイタリア語らしいんで、イタリア語でね、ハートに刻むって意味らしいんだよそこをそう、ハートに刻むって意味らしいんだよね完全に挑発されてるよねそうですね、完全にこうやってバカにしてきてるから、ね、俺たちも、まあだからね俺らも悔しいよ、まあ、2度目の防衛戦だから今回、前回のそのスムさんとケンゴとやった時は、はい、まあ、プロレスルールだったから、はいはい、ね、で今回はもうバキバキのデスマッチをね、はい、体感しちゃろうということで、まあ、藤田山下はね、まあ、やっぱちょっとねこうひねってくるやつらだから、はい、俺完全に直線タイプだから、
まあ、そこがちょっとね、まあ、勝敗の分かれ目にもなってくるのかなとは、まあ、思うんだけども、はい、まあ俺らの前の植木作太のその前のチャンピオンでもあるから、はい、まあ、いくらね、あの勝つとはいえ、はい、藤田さんはすごいよ。藤田さんはすごい。はい、俺もう藤田さん好きだから。おはい、もう中3の時に藤田さんがベストタッグ取った時の、あのノア中継見て、はい、この人めちゃかっこいいとこさ、そう、深夜にやってる中継、はいはい、まだ声ガスガスになる前に藤田さんがコメントしてたのを見て、この人かっこいいなと思って俺見せたら、藤田さんはマジリスペクト、はい、舐めてんのは山下みたいな。だからまあね、まあ、気は抜かずに、ね、はい、しっかり勝っていきたいなと思いますね。はい、あ、でまあ、なんでイタリア語かっていうのをいろいろね情報を仕入れてきたら、はいはいはい、なんか何だったっけな、山下さんがなんか専門学校かなんかで、はい、イタリア語が必修科目かなんかだったらしいんだね。だからちょっとイタリア語かじってるらしいんだよこいつ。お、生意気に。すげえ、すごい、すごくのか知らんけど。で、私はこんだけできるのよ。私頭いいかい。言ってるやつ一番バカだから。これでもあれですよ、ちゃんと調べてやったんですよね、きっとね。多分ね、てかね、あの Google の翻訳で出てきたから、こっち多分 Google で調べただけだから。そう、結局。あ、なるほど。そう。だからあのあれ側だけ。実はバカなのかもしれない。そう。俺すぐだろ。こっち頭いいわけねえだろ、お前。俺と平田さんがタッグを組んだら、はい、まあ、すげえことになるからな、本当に。俺たち今すっごいことになる。もう。そうだよ。だから藤田さんはすげえんだよ、お前。はい、な、はい、いいこと言うじゃん、やっぱり。確かに、確かに。な。藤田さんと山下に負けたチームは結構みんな解散に追い込まれてるから、はい、本当だ。タッグデストロイヤーズっていう恐ろしいチームとジンクスを持っているチームだもんね。そうだ。そうよ。俺と平田さんがここで解散させられてしまう。多分そうね、解散させられるっていうか、俺たちの本意じゃないのに解散してるチームが多いから、はい、その、はいはい、自分らの意思と関係なく解散していくチームが多いから、はい、多分何かを植え付けられるんだろうね、ここに負けたら。そう。あれ、これ最初に藤田さんと山下さんがベルト巻いた時の、うん、相手って誰？相手はね、ジャックとマンモスじゃなかったかな。2年ぐらい持ってたじゃん。そうか。だからそこのチームから勝ったっていうのも正直ちょっとやっぱね、すげえなと思うところもあるし、うん、確かにそこも解散してますもんね。そう。だから山下、まあ、言いたくないよ、はい、言いたくないけど、はい、山下は調子に乗ってるのよ。おで、はい、とあるカリスマっていう人が、とあるカリスマ、はい、とあるちょっと横浜のカリスマっていう人が言ってたんだけど、はい、調子に乗ってる人間が一番やべえって言ってたから、あ、そう、これお前に言いたいことなんだけど、これカリスマの言葉なんだけどね、カリスマの、そう、はい、調子に乗っているプロレスラーが一番危ねえからって言ってたから、はい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 、で山下今完全に調子乗ってるんで、はい、そう、まあ、自分の中で多分勢いも感じてるだろうし、うん、だからまあそういうところはちょっと正直警戒して、はい、ね、まあ、俺たちも直線タイプかもしれないけども、杉浦さんのキャリア12年分をね、ちょっとこの試合でぶつけて、はい、うん、ただ俺たちはバカじゃねえんだぞっていうところ、いろいろ経験してんだよってところを見せつつね、はい、うん、このタッグ戦に臨んで、はい、うん、しっかりと防衛ね、2回目の防衛をね、話したいと思いますので、はい、ぜひ皆様、来週もう1週間切ってるね、3月10日だから、はい、3月10日、フリーダムズ新木場ファーストリング大会、ぜひね、ご観戦の方よろしくお願いします。そう、言うのはそうです。新木場でね、はい、まあ、今回だからメインイベントなの俺ら、はいはいはい、だからまあ結構後楽園でタッグ戦も組まれることが多かったから、うんうんうん、でもやっぱね、やっぱ俺の中ではどうしてもやっぱホールで組まれるとセミ前に組まれるのが多いよね、はい、この間のフリーダム、その後楽園の時もそうだったし、それがやっぱ俺悔しいの、はあはあ、うん、まあ、これ別にその会社に文句を言うわけじゃないんだけど、はいはいはい、まあ、聞いたら多分怒られるし2月のさ、はい、そのまあYouTube で煽り映像みたいなのが上がってたんだけど、はい、まあ、一応やっぱ俺はタイトルマッチなわけやん。でもその映像はもうメインの正岡植木と藤田山下だけだったんだよね、はい、俺やっぱそれがめちゃくちゃ悔しかったんだよ、うん、タイトルマッチ、やっぱフリーダムズのタッグの象徴のベルトを持ってるのに、はい、団体がプッシュしたカードはそこの2つだったんだってやっぱ思ったから、あ、うん、分かるでしょ、悔しいでしょ、確かにでしょ。だから俺はそれを全てひっくり返したいから、はいはい、うん、だから今回まあちょっと新木場でメインで組んで、タッグ、フリーダムのタッグってやっぱ面白いじゃん、すげえじゃんっていうところを今めちゃくちゃ熱く語ってるから俺、はい、これをみんなにちょっと感じてもらいたいので、はい、はい、ありがとうございます。じゃあツイッターをコメントが届きました。はい、そうですね、山下さんは全身ツルピカルにしてやるからなって言ってましたが、
杉浦さん何か対策ありますか。あ、ジミさんありがとうございます。あ、全身脱毛でいきますじゃあ。元から元から最初から頭も全部ツルツルにして。確かに。そうすればいいんだ。錦鯉みたいなね、ツルツルにしていけば。そんなことはしないけど対策はありますよ、いくらでもありますよ。僕ここが違うんでやった、まあまあ、クレバーですから、はい、クレバー浦通るって呼んでください今日そうだ、平田さんもね、そうハゲさせられてるからね。あ、本当だ。あ、すごかったよ。今ちょっと生えてきたけど、うん、めちゃくちゃ落ち込んでたからハゲすぎててあいつめの見られたくないからずっとここ縛ってるから、ね、あ、だから縛ってる、だから縛ってるんです。あ、そうなんですか、ね。そう、まあ、山下が今多分その平田をハゲさせたことにちょっと自信ついちゃったね、逆に。はいはいはい、だから多分俺は平田さんに山下を逆にハゲさせてほしい。おブレッドヘア全部落としてやるわ。いいそれはそれで見たいな。ツルピカ、はい、ツルピカリナ丸にしてあるよ。これ書いてください、ツルピカリナ丸にしてあるんでリナ丸ハッシュタグハッシュタグはい、まあでもね、まあ、山下の味ばっかりしてるけども、俺は藤田さんとの、ね、マッチもやっぱ楽しみにしてるから、そういうところもね、まあ、しっかり皆さんに目に焼き付けていただいて、はい、ハートに刻んでほしいですね。はい、ジャリブレさん、はい、大会情報をお願いいたします。大会情報、はい、大会情報、はい、3月10日フリーダム新木場大会、はいはい、開始時間は、あ、そう、あ、はい、3月10日木曜日、はい、新木場ファーストリング、はい、試合開始は19時ですね。19時、はい、19時開始になります。チケットはまだ、うん、販売中、特別リングサイド指定席両方ありますね、はいはい、チケットピアでも購入できますので、うん、はいはい、ぜひ購入をお願いします。はい、皆さん、僕たちはマジで後悔させる試合してやるんで、どう、はい、皆様、こちら、お願いさんのほどよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、さあ、リブさん、はい、来ましたよ。残り時間も短くなってきてしまいましたが、しゃべりすぎて。来た、あなたの時間がついに来ましたよ。来た、さあ、ドラゴンリブさん。はい、ドラゴンリブさん、連敗街道まっしぐら脱出会議ということでね、メモしてきたから俺マジで今日、はい、ワード使ってきたから、はい、まずですね、ドラゴンリブさん、はい、あなた1年半今、はい、自力勝利がないということで、そうです、はい、そうです、俺最後に勝った試合調べてきたんだけどさ、はい、2020年10月29日の、はい、ダムズフェス新木場大会、進む優也、ドラゴンリブレ VS カムイ吹本健二で、はい、リブレさんが12分41秒モルリーダーで勝利、しゃ、ね、これが最後2020年10月29日って言ったらもう、ね、ほんと1年半前だ ね、 1年半、俺はシングルベルト取って1年経った時か、あ、そんぐらいの時だ、ね、覚えてる、その試合、その試合は、うん、あ、覚えてます。覚えてる、はい、調べたから、ちゃんとこの試合で何が起きたか全部知ってるからね、ちゃんと。お、うん、何が起きたかまで覚えてないの、お前。何が起きた、お前、そういうとこだぞ、お前。何が起きたな、はい、この試合で、はい、お前、カムイさんから勝ってんだよ。あ、そうです、そうです。でしょ、はい、この時のカムイさんは、はい、UWA チャンピオンだったのね、ジュニアチャンピオンでしょ、そうです。お前、だからこれで勝って、はい、UWA 挑戦権を勝ち取ったわけよ、はい、ちゃんと覚えてる、それは、うん、それは覚えてる、それは覚えてる、そんだけなんだけどなんか言ったのかなと思って、いやお前でも言うと大体事故が起きるからその前にあのスムさんから自分勝ってるんですよ。そんなことあったっけ、それ覚えて、はい、それ知らんわその前に空手さんから勝ってる情報を見たけどあ、でそんなありましたね、なんかね、はい、だからその前にスムさん後楽園で、うん、スムさんに勝ってて、うん、しかもその技ですね、モルビーダーで、あの足関節でしょ、はい、初めて出した技なんですけど、それで勝って、うん、お、来たみたいな感じになって、うん、それで次当たったのがこの新規の試合か、はい、カムイさんですね。だからお前がプロレスラーとして調子に乗っていたいい時期ではあったんだね、この時が、はい、ああ今ただ人間として調子乗ってるだけだからそうそうそう、ね、人間としてはもうずっと人間として調子乗ってるから、ね、ずっと調子乗ってるんだ、ああ親父だしなお前はい、まあまあでもね、はい、だからお前は勝てないわけじゃないんだよね、はい、うん、ちゃんとそのすみさんからも勝ったことがあるし、はい、カムイさんからも勝ったことがあるっていう結果を残してるわけだから、はい、だからその時の気持ちを思い出してほしいかな、はい、うん、そうですね、このだってお前この前はさ、はい、あの肩怪我して休んでたわけじゃん、ね、覚えてる、はい、俺シュープロモバイルで全部見直したからお前のコメントとか全部見直したから、はい、8ヶ月休んで、はい、練習中に肩脱臼して、はい、いろいろあって、俺現場見せたけど、はいはいはい、いろいろあって肩脱臼して、はい、で
満を持して8ヶ月の欠場から復帰して、はい、だその時はだからお前すげえ本気だったと思うんだよね俺、はい、うん、やっぱその欠場してた分のそのね穴を取り返さなきゃっていうので俺は多分すごい必死だったと思うんだよお前、はいはい、で必死だったのと結果がついてきて調子に乗ってたと思うんだけど、はい、それが多分 UW 挑戦権勝ち取ったやった、はい、で終わったんだろうねいやだからそれはねお前のこのここ2年を調べた結果たどり着いたのそこあの、ね、あの、うん、あれだと多分 そこで調子乗って、うん、で UWA で何もできずに自分負けちゃって、うん、あそんな試合だったの、あもう何もしないです、あそんなことがあったんだ、はい、マスク破られてお前よう破られるなお前マスク破られて流血して、うん、ちょっとはやったつもりなんですけど、うん、後で映像を見てたらあ何もやってないなと思って、終始カムイさんが、うん、リードしてた試合だなっていうふうに思ってて、そっからも多分もうなんか自信なくなっちゃって、自信なくなっちゃったのかお前、はい、まあ、今もせっかくいい調子できたところで鼻をブンブン急降下です、はい、なるほどね、ちょっとそれを聞いてしまうとね、はい、そうか、その試合知らなかったな、その試合でも見てない俺、自分の多分タイトル戦とかあったから、はいはい、その試合多分見てね、いやもう本当自分でもうひどいと思うぐらい何もできなく終わった試合ですね、うん、自信を失って、はい、なかなかそこから立ち直ってはいるとは思っても、はい、やっぱ結果が残せないと、そうですね、自信をつけることかな、じゃあ大事なのは今君も、うん、そうです、ね、何が必要かつったらやっぱ勝つことだねじゃんそうですね、そうなっちゃうんだよね、勝ちたいとは思うんですけど、もちろん勝って、うん、勝ちたいと思って本気で挑んでるんですけど、何かをさやっぱ一つ生み出せばいいんじゃない、俺のこれさえ決まれば、はい、この試合何か全てがひっくり返せるぞっていう何かをやっぱ作り出すことが大事じゃないかな、はい、ね、そうですね、いろいろだからまあ練習も一緒にしてるけどさ、はいはい、いろんな技も開発しようとしてるじゃん、はい、一緒にね、はい、この間リング壊れちゃったからさ練習できなかったけどさそうですね、ちょっとしかできなかったですけど、平田が受け身取ったら板が下床に落ちたから板が半分床に落ちたから直すのにすごい時間かかった、ね、まあ、そんなね、いろんなこともあるけど、まあまあだからまあ自信をつけることがお前は、そうですね、うん、ただ今あの1個、うん、この技が決まったらっていうのがある、おはい、まあ、モルディダーも実、まあ、まあそうなんですけど、サンタムエルテもまあそうなんですけど、モルディダー、まあその2つってやっぱギブアップ取る技なんで、うん、なんか僕の中でもやっぱ3つ取れる3カウント取れる技欲しいなっていう、なるほど、1個、うん、まあ、もう今もうダッシュはいるんですけど、ね、スペルラナでしょ言っちゃったね言っちゃったそうです、言っちゃった正解です、正解でした、正解です、言っちゃった俺、はい、スペルラナでしたね、はい、じゃあまあまあ言っちゃったけど、はい、どんな技かは自分で調べてくださいスペルラナあの もっとポピュラーな名前がある、そうです、はい、もっとポピュラーな名前がある技だから、はい、まあでも俺試合で見たことあるけどね、お前が出してるの、はい、っていうか一緒に練習してるし、やっぱでもこれが完璧に決まったらいけるっていうのは掴めてるんですけど、やっぱタッグマッチとかがあるのでやっぱ味方が入ってきてカットされたりとか、まあ、あとちょっと厳しい言い方をすると、俺結構そのニコプロとかで映像見たけどちょっと失敗してんだよね、そうなんですよね、うまく綺麗にスパーンって決まればもう打っちゃうから、はいはいはい、打っちゃうけど多分なんだろうな、お前多分相手の多分さその、はい、ボディバランスとかの体勢とかを、はい、多分もうちょっと研究した方がいいかもしれないね、そこは、うん、相手の体勢がこうなった瞬間に行けば、はい、スパーンって行けるっていう、はい、こうもう人間の構造をね多分理解した方がいいかもしれないねウェイトトレーニングする人と一緒だよお前、うん、だ多分それを多分やみくもに今やっちゃってるから、そうですね、うん、だそのね、お前がスペルラナを極めた時に、はい、もしかしたら革命が起きるかもしれないね、はい、そうですね、まあ、ちょっとこれはじゃあ楽しみにしてる、俺が決まっても俺すぐキックアップしちゃうよ絶対マジでワンでキックアップしちゃうよ俺、いや意地でも見つかった意地でも取ってやろうぜ、お前になんかな3カウントなんか俺絶対取らせねえから、いやいや決まった瞬間もう歯を食いしばった2まで耐えれ、2まで 2.9 まで本当はこう頑張ればいいのに、頑張って1でキックアップして一瞬でそれで丸め込まれちゃうかもしれないよ頑張りすぎて
なるほど。まあでもね、まあ、いろいろ考えてはいるからね、はい、そう、まあ一つだけ分かっておいてほしいのは、はい、こいつもいろいろ考えてはいます、はい、子供も生まれて、はい、親父としての魅力も生まれてきてますね、うん、ただ、まあ、結果がついてこないと、うん、やっぱ自信をつけるためには ね、 そうですね、何かもう、まあ、スペルランナーをするのもいいし、はいはい、また何か違う何かを生み出すこともいいしね、まあ、プロレスは技だけじゃないから、はいうんはい、今度戦略とかいろいろ考えて、まあ、リブレさんの、ね、次の勝利を、はい、私は期待してますので、はい、はい、その時はみんなで胴上げしに行くから、おー、ぜひぜひお願いします。1年半だからな、はい、まあ、モルリーダーも大事にして、でも、はい、その技が確かにすごくなったとしても、はい、他の技も大事にする、はい、ああ、お前をね、やっぱ上げてくれた技でもあるから、そうですね、ああ、もう俺にはこのすげえ技できたから、はい、もうね、630できるようになったから俺は630できるようになったから、モルリーダーもサンタも入れても、あ、こんなのもやったら、いや、それは、ね、そうしたらお前バチ当たるからな、はい、まあ、技にはやっぱ恩義を感じないと、はい、ああ、俺だってデビューからずっとドロップキック大事にしてるし、お、うん、だからその基本の技からちゃんとそこに持っていく組み立ても大事だからね、はいはいはい、プロレスの勉強をしっかりしてください、改めてね、はいはい、大事なのは勉強、はいはい、あとはなんだろうね、頑張ることあとは練習しっかりする、だから練習しっかりしてれば自信つくから、はい、そこですよ、そうですね、君、うん、杉浦さんが呼び出した時に必ず道場に来ること、ね、わばもうちょっと早く必ず道場に明日練習できるって言っちゃうけど今さっきも裏で、あさって来れるとか言っちゃったけど、はい、急すぎてちゃんと道場に来ること、はいはい、そうすれば技も精度増すし、はい、試合でやるときも自信ついて思いっきりできるから、はい、うん、それが一番でも練習全くしてない感じに聞こえますけど、ちゃんとしてるよ、ちゃんとしてるから、ね、ちゃんと来てるけど、はい、そう、僕が急に呼び出してるってだけの話だからねそう、練習はちゃんとします、はい、もちろんレスラーだからね、そうです、はい、じゃあリブレさん勝利期待しますんで、ありがとうございます、はい、頑張ります、今後もよろしくお願いします、はい、はい、じゃあフリーダムズ今後の試合日程を見ていきましょうか、はい、はい、まずですね、直近が先ほどお話しました3月10日のフリーダム新木場大会、はい、はい、こちらはね、チケットまだ、はい、特別リングサイド、重席指定席か、指定席がまだ、ございますので、皆様ぜひ、はい、ご購入のほどよろしくお願いいたします、はい、続いてが3月13日に、大阪アクティビュースクエア大東大会、はい、こちらも全対戦カードが発表されておりますので、ぜひ皆様ね、ご近くの方は、ご観戦の方お願いします、はい、吉野圭吾のお膝元、お、はい、吉野圭吾が、養生シートを敷くときに突然張り切らす会場でございます大丈夫、見てないから吉野さん見てないそっか、はい、で、最後3月29日に、フリーダムズ後楽園ホール大会が決定しております、はい、はい、こちら決定カードが、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ、まだデスマッチ形式は未定ですけども、王者笠井純 VS 挑戦者正岡大輔、はい、ね、3度目の挑戦者決定戦でやっとたどり着いた、はい、決定戦ですのでね、はい、はい、こちらも皆さんご期待ください、はい、こちらが最前列スーパーシートが残りわずか、特別リングサイドはまだございます、リングサイドも、南側ひな壇、中側中側というのは残りわずか、あ、中央リングサイド完売か、南側ひな壇の中央リングサイドは完売、あ、そう、はい、リングサイドは他の席はまだありますね、はい、で指定席も完売とございます、はい、まあ、フリーダム公式予約フォーム、チケットピアからご購入できますので、はい、ぜひ皆様、チケットフリーダムズ買って僕たちに会いに来てください、はい、はい、フリーダムズは生で見るのが一番、はい、試合映像で見てもすごいけども現場で見るのが一番、はい、臨場感もすごいですからね、はい、ぜひ皆様会場で僕らとお会いしましょう、はい、はい、じゃあリブレさん、はい、本日はありがとうございました、ありがとうございました、だらだらペラペラ喋ってましたけどね、そうですね、ちゃんと見えた、いろいろ、いやいや、もうもちろんね、はい、何回も言ってるけど、はい、自信ですよ、自信ですよ、自信をつける、だから順をね追って自信をつけるためには何をするか、はい、それをするためには何をするか、一番こう戻ってくると生活習慣にかかってくるからそうね、考え方が変われば行動が変わるっつって、はい、俺なんか部活でやった時すげえ言われてた、はい、あー、うわー、めんどくせえと思ってたけど思ってました自分もじゃあ、まあ、最後にね、はい、見ていただいた皆様に、はい、コメントの方をお願いいたします、はい、まあそうですね、1年半まだ、うん、未勝利、うん、連敗記録が続いてるんですけども、まあ、うん、そろそろ、うん、はい、僕も勝ちたいので、そう、はい、まあ次の新木場で、うん、連敗記録、うん、止めたいんで、止めよう、はい、
ぜひぜひ皆さんその試合を見に来ていただければと、うん、そして応援、まあ、今手拍子しかできないですけど、うん、はい、会場へぜひ応援の方お願いいたします。はい、ですね。何よりも家に帰ったら、はい、可愛い娘と、そうですね、美人な奥さんが待って、はい、お前の勝利を待ってるからね、はい、うん、愛する家族のため、はい、応援してくれるファンの皆さんのため、そしていっぱい練習してきた杉浦さんのためにもリベさんの勝利期待しておりますので、はい、はい、皆様ぜひじゃあ来週はね新木場でお会いしましょう。はい、はい、じゃあ本日の放送もありがとうございました。また来週ありがとうございました。